ちょっと窓全開でこう空気の入れ替えをしてるからお香焚いてるんだけど、映るかなこの白いもやっとした感じ。まあいっか。これからねヨガに行くところなんだけど、ヨガに行く前にちょっと時間あるので、最近ね買ったものを結構あるから紹介しようかなって思って、まずエコストアとかで結構買ってて、あ、まずこれにしよう。じゃーん、これずっと欲しかったの、ウカの剣山スカルプブラシ。友達のねプレゼントとかには結構選んでたりしたんだけど、自分もやっと買ってみました。普通のさ、こういうやつとかは持ってたんだけど、普通のっていうかこの剣山じゃないやつ、ウカじゃないやつは持ってたんだけど、めっちゃくちゃ気持ちいい。硬くてちょうどいいわ。今日久しぶりにあったかいわ。ここ数日めちゃくちゃ寒くてさ。ビープルで私の使ってるビオールオーガニクスのファンデーションのリフィルを買っておきました。でね、これ買った時に最後の1個だよって言われたんだけど、私ナチュラルっていう色を使ってて、なんかねこれがあと 1,2 ヶ月ぐらいしたらパッケージもあと色の展開っていうか、多分リニューアルするっぽくて成分とか変わるのかまでは聞いてないんだけど、そう、これが6色展開になるらしい。今4色展開なんだけど、だからパッケージとか使えなくなっちゃうのかな、わかんないんだけど、もし今から買う人は気をつけて、もしかしたらパッケージとこれ別々でリフィルを入れ替えて使えるんだけど、パッケージ変わっちゃう可能性がある。あとはガミラシークレットのラベンダーのこの石鹸。あ、やばい、箱かわいいのに思いっきり切っちゃった。これさ、こんな感じの石鹸で、なんかね使い方のこの説明書みたいなの入ってたんだけど、クリーム洗顔、この石鹸をちょっとぬるま湯とかにつけて溶かして表面が柔らかくなってとろみの出たソープを直接肌にこうやって洗っていくんだって。でゆっくりとお肌をマッサージしながら水かぬるま湯で洗い流します。だって変わってるね、このまんま洗う石鹸って初めてなんだけどね。めっちゃ人気じゃんこの石鹸、ずっと気になってたんだよね。あとはこの男の子にピンと合ってるんだけど、これもうすでに使っててさ、ちょっとネトネトするんだけど、エコストアのディッシュウォッシュリキッド、これは、無香料のやつ、これ今使ってる。あとはエコストアのマルチクリーナースプレー、これはねシトラスの香りなんだけど、こういろんなところね、どこでもお掃除できるやつ。でもこういうの最近アイハーブでも買ったから。でまたエコストアのこれはランドリーリキッドのユーカリの香り、これ1リットルぐらいの結構大きめのやつで、ユーカリってどういう香り、これ初めて使うんだけど、ユーカリってそうか、ガム、あのガムじゃない、あとのど飴みたいな匂いがする。使うの楽しみ。あとはこれはねもう何回もリピートしてるエコストアの歯磨き粉で、この緑のホワイトニングってやつしか使ったことないんだけど、これが本当に使い心地よくて大好きなの。これもエコストアの B ソープ H ラベンダーっていう石鹸になります。これは体洗ったりもう何どこ洗っても大丈夫だと思うんだけどね、赤ちゃん描いてあるくらいだから顔とかにも使えるんじゃないかな。でこれはねすでに使ってみたこのバブルバスなんだけど、これねなんかふわふわな泡風呂になるっていうよりかはさらっとした泡風呂になる感じなので、こうもっこもこの泡に包まれたいとかならこれじゃちょっと、物足りなく感じるかも。でラッシュみたいな感じっていうよりはね、アイハーブにある泡風呂系っぽい感じになる。あとこのウォン・ジョンヨのリップステッカーの1番と2番を買ったんだけど、最近のね、浅草の動画とあとアイハーブの動画まだ載せてないんだけど、多分これより前には載ると思うんだけどね、その時に塗ってるのが01番の、メルティングベージュっていうやつなんだけど、すごい可愛い色なの。だから最近めっちゃ使ってるウォン・ジョンヨのリップを買いました。結構買ったよね。
ヨガやるときは髪の毛邪魔だから結構高めのポニーテールにして、こう寝転がったときとかも邪魔にならないように言ってます。アイハーブのさ、この前の購入品がまだ全然片付けてないんだけど、この机さ動かせるからめっちゃいいんだよね。今日もめっちゃだるぎで行ってきます。顔洗ってなかったからちょっと拭き取りだけ、あと5分ぐらい時間あるから。アイハーブで買ったさビタミンのセラムを使ってみてるんだけど、朝起きた時の肌が全然違くてめっちゃ調子いいの。なんかまず塗った時から結構ね塗り心地もいいんだけど、朝になるとさそのスキンケアの結構良さとかが分かったりするじゃん。すんごいいいんだよね。アイハーブでね、なんかそんなにスキンケアいいなって思うものに出会ってこなくて、そんなに買ってきてないの。なんやかんややっぱ日本で買うものとかの方が好きだったり、あとはね気に入って使ってるものとかが決まっちゃったりしてるから、アイハーブで特別めっちゃいいなって思うものって今までなくて、買ってもリピまでしてなかったよね。だけどこれね、もう使ってすぐ1日で分かった、いいって。なんかもう肌ツヤツヤになるし、毛穴がちゃんと引き締まるっていうのが朝手で触ってすぐ分かったって感じなの。このビタミン、これ今日ヨガにも持ってこう。熱い。納豆とライム味のツナ。ポン酢。納豆ネバネバサラダうどん完成いただきます。っていうか座ろう。プロテインも飲み終わって今ねもう1時過ぎた。いただきます。お腹すいた。最近さコメントとかでなんか更新頻度上がって嬉しいみたいな感じで言ってくれる子が結構いるんだけどさ、更新頻度に気づいてくれるのが本当に嬉しすぎて、私がもし誰かの YouTube 見てたとして更新頻度上がったりしても気づけないなと思って、なあね、みんなねいっぱい見てくれてるんだと思って本当にありがとう。さっきお昼ご飯食べた後動画をちょっと撮れてなかったんだけど、用事とかがあって役所行ってたりしてたの。だからもうミヒも帰ってきて夕方になってるんだけど、これからねじゃーん、まつげパーマを結構前に買ってたんだけどちょっとやっとできそうだからやっていこうと思うんだけど、時間かかるかな、大丈夫かなみーちゃんは今宿題中。これ何？それね、あの目のそれでカールをつけるやつ。え、これ目開くか、うん、どうやってやればいいんだろう。まつげ二重だね。二重？目超一重やん。あ、目一重だよね。私ももともと奥二重だよ。これ一応整形してるから、まあね、埋没。まあでもね、こっちの目はもともとこれぐらいの二重だったんだ。こっちだけなんかすごい奥二重の線が見えてるんだけど、まあ今も奥二重みたいな感じなんだけどね、こっちに合わせてこっちを埋没したって感じ。これでいいや。この紫の M1 っていうやつでやってみよう。これをこのグルーでつけてくらしいんだけど、これどれぐらいのあれでつくの？痛くないの？つけて。てか聞いて、すごい変な夢を見てさ、なんかみんなの前でアイハーブのみんなって視聴者さんね、多分なんか集まってもらってなんか会いに来てもらってんのみんなに、うん、でそこでなんかなぜかアイハーブの購入品を紹介してるのでみんなの前では無理だわみたいな感じでみんなで話そうみたいな感じの超意味わかんない夢を見たんだけど一人でもさ何回もさ喋り直したりしてんの。結構喋るの下手だからみんなの前でもっと無理じゃんっていうなんか変な思いをする夢を見た。やばくない？意味わかんないよね。本
え、こんな伸びるの？大丈夫そう？え、ちょっと待って、これ目開けなんかめっちゃ腫れてる人みたいね。あ、でもちゃんとくっつく、びっくりするほど。でも目開けられないんだけど、ま、もうちょっと上説。ちょっと一回剥がします。うわー、ちょっとどうすればいいの。ちょっとまつげ開けてからやった方がいいらしい。そういえば思い出した、よかった。みーちゃん来て目見えないんだけど、みんなどうやってやってるんこれ。大丈夫です、全然ダメよ。これがつけれたら次はまつげを固定するらしいので、こういうのが入ってたから、これでこうやってまつげをつけていくっぽい。おー、すごーい。でこの時に乾燥しちゃうから、こう3セクションぐらいに目尻と中間とって分けてやった方がいいって YouTube で誰かが言ってた気がする。一瞬で結構見て、ほらくっついてくれたよ、毛並みも綺麗に。ここでなんかうねうね、みんなさ、なんか難しそうなイメージだったんだけど、全然綺麗にいったんだけど。あ、やばい、ここ取れてる、ここ取れてるよ、ダメだよ、どうする。ちょっとここ剥がれてきちゃうから、このお掃除用のさ、あの隙間っていうか角に貼るテープしかないから、これ貼ったんだけど、これを貼ってまた右の目も貼り付けてく。結構いい感じよ、ほら。え、怖っ、これ目に絶対入んないように。入ったら失明。うん、目に入らんように塗ります。でも根元から。怖っ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 、やばいやばい、目に入りそう目に入りそう。10分測ります。目開けらんない、目開けられたい。どこ、思ってたよりもさ全然大丈夫なんだけど、私的に。でこの2畳はなんかあのチリチリの毛の原因になっちゃうから、先端の方には塗らない方がいいって YouTube では言ってた。ここにはこの説明書には書いてないけど、だから一応塗らないでおく。半分ぐらいしか使わない、半分ぐらい残っちゃうけどいいのかな。これでさっきのこのテープみたいなやつ、これをつけとくといいんだと思う。こうやってこんな感じで綺麗に上がったんだけど、グルーとかこの液とかがすんごいついてるから、これは取りたいんだけど、でも水にね濡らさない方がいいらしくて、だから今これ水ででも濡らしてきちゃった。いいや、やっぱ軽く洗顔する。洗い流したらじゃーん、全然左右で上がり方が違ったんだけどこっちの方が直角にバーンと上がって、こっちは緩やかなカーブ、めっちゃ揺れてるんだけどこんな感じ。これからねヨガに行くところです。ねえ見て、この昨日やったさまつげ左右で全然違うんだけど、すんごい簡単にできたと思って、結構ねパパパってすぐできたと思ったら、ちゃんとやっぱ角度とかはできてなかったみたいだけど、なんか全然まあありかな、普通にビューラーとかしちゃえば大丈夫そうっていう感じで行ってきます。今日のお昼はサラダが食べたい気分だったので、ベビーリーフを買ってきたからサラダにします。サラダっていうかね、フルーツが食べたい気分だった。貝割れ大根、このデコポンがめちゃくちゃ美味しくてさ、これ昨日の夜も食べてたんだけど、最近毎日のように食べてる。これでサラダを作る。丸々1個使っちゃう。デコポンのいいとこがさ、この皮が薄いから、他のなんかグレープフルーツとかと違って皮剥かないでサラダに入れて食べれるからめっちゃ楽なの。まあ皮剥いた方が綺麗なサラダにはなると思うんだけどね、彩りとかは。こんな感じで盛ったら、ここに
この美味しい塩、これはねもう美味しい塩じゃないと美味しく食べれないこういうサラダは。あとは美味しいオリーブオイル、オリーブオイルも美味しいのが大事。いやー絶対美味しい。めちゃくちゃ美味しそうでしょ。いただきます。めっちゃさフルーツ食べたい気分になるときない？うん、最高。あ、やっぱデコポン美味しいな。でこのカヨーレを入れたことによってちょっとこの辛みでアクセントとかもつけたりして、このねオリーブオイルと塩がやっぱ合うんだよね。うんーもっ。まだプロテインちょっと飲み終わってない。このプロテインを飲んでるからさ、なんか無理にあんまりお腹空いてない時に頑張ってプロテインじゃないや、タンパク質取んなくていいから、こういうサラダとか私大好きなんだけど、サラダにこうフルーツとか入れるの大好きなんだよね。最近デコポンが本当にマイブーム、本当に美味しい。めちゃくちゃ甘くて、こんなにデコポンって美味しかったっけっていうぐらい、こういう柑橘みかん界の中で一番美味しいかも。発作とかああいう結構ちょっと水分少なめのやつとかもこういうサラダとかに合うんだけど、デコポンねやばい。でカイワレを入れてほしい。